この番組では文学に興味のある方がより読書を楽しむために物語の流れをアニメでわかりやすく解説しています今回のテーマは美女に翻弄される男たち。」です。皆さんこんにちは。 今回は日本を代表する歴史文学の作家、吉川英治の大学編、三国史に群生の巻という作品を解説します。 歴史書に脚色が加えられた羅漢中の三国史演技を体系とする吉川英治の三国史は日本で最も普及した三国史作品であり、今もなお国内外の官邸病で祀られる義理人情に厚い英雄漢を軸に、求心力あふれる統率者曹操の大躍進から、卓越した才地を誇る天才軍師諸葛亮の活躍へと展開される壮大な戦国ドラマが描かれています。 多種多様なキャラクターが織りなすアクションエンターテインメントでありながら、現代社会にも通じる政治や経営学、また人生指南の良き教訓として、歴史的な観点から文学に親しめる味わい豊かな作品です。主な登場人物は4人。圧政に苦しむ天下万民を救うため、義兄弟の関羽・張飛と共に、反東卓連合軍に参入する王族の末裔、劉備と、 天下を取る野望を抱きながら、反トータ卓連合軍の中心的な存在になっていく曹操。幼い帝を利用し、暴虐の限りを尽くす極悪非道な独裁者、トータ卓と、近品にたぶらかされて、育ての父を裏切り、トータ卓に仕える天下無双の豪傑、旅布です。世は乱れ、野望を抱く数々の英雄がひしめく軍友割拠の戦国時代。 中央無人に大地を駆け抜け、地を策略を巡らせながら進撃する英雄たちの派遣争いは、どのような結末を迎えるのでしょうか。独裁者、東卓の暗殺に失敗した上、各地に指名手配の人相書きを流されてしまった曹操は、落葉の都から必要に逃げますが、ある石書でついに捕らえられます。 部隊長の陳旧は部下の兵たちをねぎらい、朝廷から恩賞を賜る前祝いにと酒を飲ませながら、自身は独房に赴むいて曹操になぜ可愛がってくれた唐拓を殺そうとしたのか理由を尋ねます。天下の民がどれほど唐拓の独裁によって苦しめられているか、語気を荒げて説く曹操に感銘を受けた陳旧は彼の縄をほどき、唐拓討伐を誓って共に逃亡者となります。 それから数日後、二人は曹操の父の友人である旅博者の家を訪ねます。旅博者は指名手配中の二人を歓迎して一室に隔まい、家族や召使会にご馳走の支度を命じると、馬にまたがり酒を買いに隣の村へ出かけました。 曹操と鎮急は招かれた部屋で久しぶりにくつろいでいましたが、あたりが暗くなっても主人は帰ってこず、外で数名の男女が縛れとか殺せと囁き、刃物を研ぐ異様な物音が聞こえてきます。二人は顔を見合わせ、おそらく旅博者は役人に密告し、恩賞に預かるつもりなのだと怪しみ、一斉に踊り出て驚く家族や召使いを切り殺しました。 まだ埋めき声が聞こえる厨房の外で木に吊るされたイノシシが泣いているのを見て後悔する二人、彼らをもてなすためにイノシシを裁こうとした家の者たちを疑心暗鬼で皆殺しにしてしまったのです。曹操は悔やむ陳休の袖を引き、嘆いていても仕方がないと馬に乗って二人は家から逃げ出しますが、隣町から酒や果物を買ってきた旅白車と鉢合わせしてしまいます。 二人は慌てて、先ほど落としてきた大事な品を拾ったら、すぐに戻りますので、と言い逃れをして何とか主人と別れますが、曹操は厳しを返すと、留白者をも人思いに殺して戻ってきます。無益な殺生をした上に、なぜあんな善人を殺したのか、と言葉を失う陳休。むしろ悩みの種が消えた様子で、もし留白者が家に戻り、家族が殺されたことを知れば、彼は嘆き悲しみ、我々を恨むだろう。 我、天下の人に背くとも、天下の人、我に背かせじ、だ、と答える早々に、陳旧は恐ろしさを覚え、この男も民の苦しみを救うものではない、と考え直します。世も老けて、野宿をする二人。 大胆不敵に眠る曹操を前に、いっそ殺してしまおうと剣を抜く鎮球ですが、卑怯な命の奪い方は天の意志に反すると思い直し、剣を鞘に収めると曹操を見限って行方をくらますのでした。 故郷に戻った曹操は、父曹操から人脈や資金などの援助を受けながら、各地で勢力を誇る英雄たちに激文を飛ばして、反東卓連合軍の決起を促すと、以前定位配立に反発して落葉を去り、東卓から睨まれていた袁紹をはじめ、弟の袁術、孫堅、公孫さん、東堅。 バトーラ18諸国の名だたる諸侯が数万の兵馬を引き連れて集結し、劉備たちも連合軍に参入します。曹操の推挙によって、名門の出である炎紹を連合軍の大将とし、弟の炎術に兵糧の輸送と管理を任せ、孫子の末裔である孫権が先陣を切って出撃し、死水艦で東卓軍の猛者カユと対峙します。 しかし、野望を抱く18もの将軍が入り乱れる連合軍の陣中で、孫権に恨みを抱く者が大将の炎将に、高等の虎と呼ばれる彼に先手必勝の機会を与えて、落葉の都を占拠されるのは不本意でしょう。この際、兵糧を送らず、孫権の兵力を消耗させるのが賢明です。と耳打ちします。 そそのかされた炎章と弟の炎術によって、兵糧の供給を断たれてしまった孫権軍は勢いを失い、あえなくカユに切り崩されてしまいます。うろたえる連合軍の本陣は、一同に会して作戦会議を開き、勢いづくカユの首を取ってみせると名乗り出る武将たちも、いざ出陣すれば次々と切られ、帰り討ちに会う始末。 さすがに戦意を失い始めた連合軍ですが、差しうつむく諸侯たちの沈黙を破り、関羽が、我こそはカユの首を打ち取ってみせると名乗り出ます。いぶかしげな諸侯の前で袁症が、何者だ、いかなる感触だと尋ねると、高孫さんが進み出て、彼はここにいる劉備の弟、関羽で馬球手をやっていたとか、と説明。 炎章は足軽の分際でなんと恥知らずなと怒りをあらわにしますが、曹操が待ちたまえ味方同士で罵り合っている場合ではない。これだけの面前で体言を吐いたからには、かゆを打てなかった場合には罰を与えようと場を落ち着かせ、温めておいた酒を出陣前の関羽に差し出します。 しかし、カウは、カユの首を打ち取った後でいただきますと一礼し、清流円月島を引っ下げて馬にまたがり、敵陣の中へ消えていきました。連合軍の諸行たちが戦況を見守る中、逃げ惑う敵兵の混乱もやがて静まり、カユの首を携えたカウが本陣に戻ってきて、曹操から受け取ったまだ温かい酒の酒を一気に飲み干しました。 味方の全軍は勝ち時を挙げて万歳を唱え、下遊の敗北を知った洛陽の唐卓もさすがに老狽して自ら大軍を引き、天下無敵の将軍、旅婦を連合軍の本陣へ差し向けます。関場にまたがる旅婦の圧倒的な強さに再び脅かされる連合軍。苦戦する高さんの横合いから飛び出してきた張飛が勢いを増す旅婦と激突し、関羽、劉備も加勢して援護します。 義兄弟三人の活躍によって、旅婦を何とか古労感まで退りけ、引き分かれとし、連合軍も本陣に引き返しました。演唱や曹操をはじめ、諸公たちが互いの見当を称える中、孫権は兵糧を送らなかった演術を非難します。一方、旅婦の思わぬ撤退に意気承沈した唐卓は、一度平和を治めて、都を洛陽から長安に遷都するというあまりに無謀な措置を強行します。 文武百官は青ざめ、唐卓の一族に続き、帝や皇族たちも悲痛な面持ちで車両に担ぎ出され、洛陽の全域に火が放たれると、哀れな市民は嘆き混乱しながら、流民となって彷徨います。唐卓を追って攻めてきた連合軍は、焼け跡となった洛陽を占拠し、疲れている兵馬を休めるために駐屯します。 焦る曹操は、なぜ董卓に追い打ちをかけないのか、廃墟を奪って何を誇るのか、と炎症をなじり、自分を率いて董卓追撃に出ましたが、伏兵を忍ばせていた旅婦の奇襲に遭い、肩に刺さる矢を抜くいと間も,もないほど打ち滅ぼされます。その知らせを聞き、それ見たことか、とあざける炎症。 さらに、廃墟の落葉で宮殿跡の調査中に伝国の玉子を発見し、化病を装い故郷に持ち帰ろうとする孫権は、盗みを疑い自白を迫る炎章と喧嘩別れをして連合軍を抜けます。もはや組織としての機能を失い、空中分解していく反盗卓連合軍。炎章に見切りをつけた高孫さんや彼に仕える長雲と別れを惜しみつつ、劉備たちも落葉を去りました。 連合軍の兵糧を管理していた演術は、恩賞を要求しても返事すらよこさない兄の演唱に腹を立て、尊敬宛に以前玉璽を盗んだと疑った兄が流氷と手を組み、そなたの国を攻め取ろうとしているとの密書を送ります。 炎術の腹積もりを知った上で、孫賢は隣国の劉氷に戦いを挑みますが、大国である劉氷軍の堅い守りに苦戦した末に、偉人だった長男の孫策の前で戦死してしまいます。孫策は父の亡骸と共に故郷へ戻り、国を挙げて葬儀を執り行い、棺の前で父の遺容を継ぐと誓うのでした。 落葉を捨て、長安に遷としてからも、董卓の恐怖政治は続いていました。王院は屋敷に戻ると、幼女である若い一人娘の長仙に天下の行く末を嘆きます。王院は涙しながら、絶世の美貌を誇る彼女を武器に、董卓を暗殺する案を講じ、長仙に天下のために命を捨ててくれるかとひざまずきます。 リョフもトタクも酒や女に溺れる太ちだから、お前のその美しさを生贄に二人を争わせることができるかもしれない。朝鮮はしばらく涙にくれながらも、王院にひざまずき、覚悟の意思を告げました。数日後、王院は自宅にリョフを招いて酒を振る舞い、朝鮮をそばに使わせます。 朝鮮の可憐な美しさに一目で酔いしれてしまった旅夫に、王院は数日後に改めて娘を将軍に献上すると約束して返しますが、翌日には唐拓を招き入れ、酒の席で朝鮮に踊りを披露させます。彼女の美しさに目が眩んだ唐拓は、今すぐ朝鮮を宮殿に連れて帰ると言って車に乗せます。無言の別れを告げる朝鮮を見送りながら涙を浮かべる王院。 遅れを取った呂布は激しい剣幕で、なぜ董卓が朝鮮を連れ去ったのかと。大いに突っかかります。自分と結ばれるはずだった。可憐な挑戦を女好きの君、主に奪われたと知り仕えている。董卓に対して日増しにぶしつけな態度を見せるようになるリョフ。呂布。 唐卓の寝室で添い寝させられている朝鮮を目の当たりにしては怒りに耐え、唐卓の目を忍んでいくら愛を望んだところで、朝鮮はただ唐卓に怪我されたと涙するばかり。旅夫は唐卓抹殺を大いに誓い、二人は朝廷の中心たちに寝回ししたある朝、ついに宮中の門に差し掛かった唐卓を、文部百官の前で天下の逆賊と罵り切り殺してしまいました。 唐卓の一族や側近も処刑され、街頭にさらされた唐卓の亡骸は、人一,一倍肥満だった油のせいで、火をまたいでも燃える死体の火が消えることはなかったと言います。長安の人々が喜びを分かち合う中、両夫は一人、自害して冷たくなった朝鮮を抱き上げながら泣いていました。 その美しい死に顔には何の心残りも見当たらず、懐に折りたたまれていた詩を見つけて何度か読んでいるうちに、彼女の目的の真相に気づいた旅夫は、その死体を古い土に投げ込みます。そして、東卓の配家だった理閣、各氏たち政府軍による報復を受け、欺かれて敗北した旅夫は、長安から逃げ去りました。 都に旅婦がいなくなったことで勢いづいた李覚、各氏たち政府軍はさらに、東卓の配下だった者を残らず処刑すると宣告した王院に恨みを晴らすべく、兵馬で宮殿を包囲し、検定の前で、陛下に仕えた東卓小国を騙し討ちにした卑怯な王院の身さえ引き渡してもらえるなら、直ちに撤退すると訴えます。 青ざめた王院は唇を噛み、城壁から身を投げて自害しますが、それでもなお官職まで要求してくる理覚、各士たちになすすべのない検定は、彼らに将軍の座を与え、引き続き権力の道具として囚われの身になりました。 再起を図り、さらに多くの優れた人材を得て、再び勢力を増してきた曹操は、年老いた親に孝行したいとの思いから使いを出し、片田舎で隠居していた父の曹操を迎えに行かせます。途中、助手に入った曹操の父を、仁徳ある君主、刀剣が手厚く歓迎し、部下の町外にも曹操一族の旅の安全を守るよう護衛の友を命じます。 しかし、元黄金族だった長外たちは旅路の中、総数一族の家財に目がくらんで強奪を企み、曹操の父親とその家族を皆殺しにしてしまいます。そのあまりに痛ましい父の秘宝を受けた曹操は、まなじりを裂いて激怒し、父の復讐を果たすため、当県に宣戦布告し、助手城へと進軍します。 不覚にも曹操の恨みを買ってしまった刀剣は自分の落ち度だと観念していたのですが、高孫さんと共に高金属の残党を聖伐していた劉備が民を愛する徳の高い刀剣の危機を救いたいと駆けつけ曹操を迎え撃ちます。 刀剣はその誠意に感銘を受けて劉備を歓迎し、この年老いた主の後を継いでもらえないかと助手の領土まで譲ろうとしますが、劉備はあなたを助けに来ただけだと再三辞退します。ところが重い病に倒れた刀剣がそのまま息を引き取ってしまい、劉備は彼の遺言に従って助手国の主になるのでした。 一方、徐州へ進軍している間に留守になっていた曹操の領地、炎州が、陳旧を参謀にした旅婦の手勢に攻め込まれます。不意をつかれ、身体極まった曹操でしたが、徐州攻略を中断して炎州に引き返し、領地から旅婦を追い払いました。路頭に迷った旅婦は、陳旧の意見に従い、劉備を頼って徐州に向かいます。 関羽や長飛たちが猛反対する中、劉備は劉夫を歓迎し、さらに勝敗という領土まで与えました。理覚、各氏という二人の唐卓を抱えることになった長安の都。しかし権力欲の深い理覚と各氏は、互いに抱き始めた猜疑心から、熾烈な争いへと発展していきます。そして第三巻、総毛の巻へと続きます。 馬を隠してしばらくの後、またそこへ戻ってきてみると、曹操は小病の軒下に月の光を浴びて、いかにも心よげに熟睡していた。なんという大胆不敵な人だろう。陳旧はその寝顔をつくづくと見入りながら、憎みもしたり、関心もした。憎む方の心は、自分はこの人物を買いかぶった。この人こそ真に幽国の大中心だと考えたのだ。 ところが何ぞ計らん、古老に等しい大野心家に過ぎない、と思い、また、敬服する方の反面では、しかし野心家であろうと勧誘であろうと、とにかく大胆さと情熱と、俺を買いかぶらせたほどの弁舌とは非凡なものだ。やはり一方の英傑に違いないな、と、一人心の内で思うのであった。